その後、北京の自宅で15年余り軟禁された末、2005年1月に死去しました。天安門事件から30年となる今年、張氏の命日に遺族のもとへ取材に行くと、張子洋元総書記の、家に通じる道です。多くの警察官が警戒に当たっています。他们都不同意，都不接受采访。你听我，我不看你，他们全走了。